本日の試合ヒーローは直江大輔投手です。今日はランナーを背負いながらのピッチング続きましたが、結果としては5回無失点振り返っていかがですか？まあ、内容は全然良くなかったですけど、ゼロでいけたっていうのが、まあ、チームにとって良かったので、まあ、そこが一番です。今シーズンここまでは4回が最長でしたが、今日は5回のマウンドにも上がって7つの三振を奪いました。このあたりはどうでしょうか？そうですね、まず5回っていう節目というか、まず投げ切れましたし、まあ、三振も取れたことが良かったんですけど、どうしても球数多くなってしまうので、もう少し長いイニング投げれるように無駄な球減らしていきたいです。よく耐えた。去年は中継ぎとして1軍で登板もありましたが、今シーズンは先発としてここまで調整が進んでいます。あの、先発としてはどういった投手になっていこうというふうに考えて調整されていますか？先発やってる以上は長いイニング投げて、チームの立ちをより手繰り寄せることが仕事だと思うので、そこを目指してやってます。東京ドームで躍動する直江選手の姿を見たいとファンの皆さんも思っていると思います。ファンの方に向けて力強い一言お願いします。今日の声援もすごい、聞こえていましたし、すごい力になりました。活躍する場所は東京ドームだと思うので、そこを目指して、また頑張ります。応援